俺の副官は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、新しいイベント追加されてますんで、それちょっとやってみようと思います。それではやっていく。はい、ということでやっていくわけなんですけれど、それがまあ、チームイベントの方ですね。まあ、これ結成報酬はいいんですけれど、チームイベントの、まあ、シェアのやつですね。まあ、これが今日の12時から始まってますんで、早速ですね、まあ、中身の方見ていきましょう。まあ、こちらの方ね、報酬一覧、まあ、今日の12時に開放されたんですよね。一応ま、車とか、まあ、銃とか入っているっていう、副スキンとかですね。そういうのがま、入っているっていう内容となってますね。まあ、普通にこれま、銃スキン出して、金チケ作れればそれでいいかなっていう、内容はま、その4周年の時と、まあ、あんま変わんない感じの内容ですね。まあ、ほんとなんかチケットできれば最高だなっていう、まあ、そういった具合のあれとなってます。とりあえず、シェアしときましょう。シェアでアンロックでしょう。受け取りして、おぉ!これで俺、やったぜ。金チケ生まれましたよ。金チケこれ生まれたのさ、めっちゃでかいね。マジうまいんだけど、金チケット。とりあえずあれしよう。チケット生まれたんやったらさ、拡張しよっかな、拡張。これも開けといてですね。ジュエリーガチャ。これ金枠出るんかな、わからんけれど。あと、今回のそのグループミッションのやつって、あれなんですよね。端末制限ないから、サブアカウント入れとったらできるんですよ。で、自分の本枠なんで、一応これ実は今使ってるアカウント本枠ではないんで、そっちの方でも受け取ってみようと思います。OK です。やってまいりました。このアカウントも懐かしいですね。最近、こんな入ってないから。これで、まあ、こっちの方でですね、あれなんですよ。シェアしても、ちゃんとですね、手に入るっていう感じになってるわけなんですよね。これで、受け取り可能と。まあ、これ、端末制限ないの、本当にいいですよね。マジで、結構いいなと思いますわ。これだとさ、自分こっちのアカウント入った時に、復帰特典、復帰報酬来てるんですけれど、これさ、中身変わってるんだよな。ね。こんな感じで、選べる感じになっていて、いろいろとゲットできるっていうね、風になってますよ。まあ、ゴーゴーフェスのガチャとかもこれ、選べるようになってるんで、結構いいっすよね。全部ガチャでいいだろう。ね。これでいいでしょ。こうして、服は何でもいいだろう、これ。どれも変わらんじゃんね。結構これ、まあ、でもいい感じっていうね、いう風になってますよ。はい。まあ、こんな感じで確定できるっていう具合なんですよね。報酬選び放題みたいな、ゴーゴーフェス。で、あとね、このガチャももらえるっていう風になってますね。シャイニングジュエリー限定ガチャ、ね、もらえますみたいな。よくないですか?これ普通にもらえるの。受け取りしてから、いつの間にか復帰特典変わっているっていう。OK です。さっきまあ、金チケできたんで、自分前回できなかったことをね、今からちょっとしようかなと思います。やっぱね、あんまない部位の拡張って僕ね、した方がいいと思っていて、その中でもまあ、起こしきってあんまないわけじゃないですか。こいつちょっとね、最大拡張しよう。ここまでいけるんすよね。いや、今回さ、これ結構見た目いいわけじゃないですか。多分起こしき界で、僕は個人的に一番かっこいいんじゃないかっていうふうに思ってるんで、これをね、最大まで、もうやってしまいましょう。絶対いいでしょ、これ。絶対かっこいいじゃないですか。やったぜ。普通に拡張させといて、装備しとこう、これ。ね。あ、もうなってますね、装備。いや、うま。これいいよね。割とかっこいい感じなんで。いや、お公式も揃ったこういうさ、なんか微妙な部位を先にその拡張させて揃えとくのって、いいっすよね。で、クゴとか M4 は多いんで、もう正直さ。あれじゃないですか。なんて言いましょうか。別にその都度なんか出たやつで楽しめばいいじゃないですか。で、こういう微妙な部位をね、確定させていくっていう。いや、最高っすよね。まあ一応ね、別のアカウントでも受け取れるっていう風になってますんで。まあ、無限化してからたくさん受け取りたいなとか、サブのですね、アカウントある人っていうのは、まあ活用してですね、いろんなアカウントでチケットの方を作っていけばいいと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、リフレクトでした。シェアのボーナス。リフレクトはいらんね。リフレクトはいらんね。一番あん中でいらないんじゃないですか。リフレクト被っても、金チップ100枚だからっすね。うん、まあ、あん中で今回、まあ、車とか服とか結構出づらいって言われてますけど、まあ、別に出したところでっていうね、まあ、車はまあ、被ったら美味しいけど、被ってもなぁ、みたいな。そんななんかめちゃくちゃ被るようなあれでもないんで、ラインナップ的に。そんな感じですし、まあ、服はね、結構、まあ、いいやつは結構あったりするんですけれど、パンダとか出たら最悪なんで、まあ、銃で偏って分かりやすくていいんじゃないですか。ね、他がなんか、まばらに出てしまっても困ると思いますんで。で、次ですね、ボタン配置の画面で、必殺って書いてあるんですけれど、何ですかねと。何ですかね何なんですかね必殺って書いてますけれどね。必ず殺すんじゃないですか。まあ、なんか新しいなんか、モードの新機能みたいな感じじゃないですかね。はい。で、次ですね。なんか最近のアップデートでボットも武器スキン持ってるみたいですね。と。ね、ボットもなんか武器スキン持つようになりましたよね。まあ、ツイッターの方に出しましたけれど、ボットが連動の M4 を持っているってこともあるみたいなんで、何でもありかみたいな感じですよね。あれなんか、キルログ変わるんだったらですね、ちょっとなんかめんどくさいですよね。今まで結構キルログでボットの有無っていうのを確認されていた方、っていうのが多いと思うんですけれど、まあ、それはボットがその銃器スキンをつけてないから分かるっていう感じだったんですが、まあ、分からんくなるっていうね、あれで把握できなくなるっていうのが結構めんどくさいかなとは思いますね。あとなんかね、ツイッターでよく言われたのが、ボットに俺銃スキン負けてるやんみたいなね、言ってる人は結構いらっしゃいましたね。そう考えると少しなんか悲しいかもしれないですね。まあ、ああいうのが意外とね、反則につながったりするんですよね。で、次ですね、金枠のパラシュートってホーム展示できますかと。前回自分がガチャやってたパラシュートですよね。今回の新しいガチャに入っているパラシュート
ると。あれは転身できますよ。展示すると、なんかブランコみたいな感じになって、透明じゃなくて、かなりその、近めでキャラクターが映る感じの展示になりますね。まあ、キャラクターを見せたいって人は結構いいかもしれないですけれど、まあ、何のパラシュートか展示ではわかんなくなっちゃうっていう、そこがまあデメリットですかね。まあ、キャラクター見せるっていう部分においては結構いいと思うんで、そこはメリットだと思います。で、次ですね。僕って衣装機械誌見ないんですかと、機械誌ってあれっしょ、ラフな格好している女性のスキンで、下乳が出てるっしょ。あれ発売当初僕動画作ってますよ。発売多分初日に作ってるんじゃないですかね。なんで、もう見てます。で、次ですね、猛虎被ったのに禁止権ならんねやが、と。まあ、拡張済みのやつを先に手に入れとった人は、一番最初の段階が手に入っちゃうんで、まあ、禁止権ならないっていうね。猛虎と、クールビューティーと、グレンラッシュで今回は起きてるみたいですね。まあ、しゃあないんじゃないですか。昔からの仕様ですよ。まあ、どっちも手に入っちゃうのが、ま、おかしかったって感じなんで、しゃあないっちゃ、ま、しゃあないんじゃないですか。で、次ですね、これやってフォートナイトは、アップルストアから消されてなかった、と、消されましたよね。まあ、そのストア外課金を許すっていう。まあ、これダメっすもんね。天引き額でストアを稼いでるんで、まあ、普通は許さないっすよね。うん、なんでそのあれでいけると思ったのか、こういう行動不明ね。まあ、ゴールデンウィークの間、天引きされずに課金額稼ぎたいみたいな風に思ったんじゃないですか。で、それで怒られたらやめようみたいな。うん、そういうスタンスでしょ。で、ゴールデンウィークは、まあ、そのもちろん日本支部の方も、基本的にアップル、まあ、休みというか、まあ、非常勤の社員とかはいるんで、まあ、動きが鈍くなると思いますんで、その間その指摘する前に時間がかかってしまうわけでしょ。まあ、なんで、それで逃げ切ってやろうみたいな。そんな感じの魂胆かもしれないですね。一応あれ、決済ページに行くと、なんかプレステの決済に行きますよね。プレステ3かなんかの決済に行くんで、なんかちょろまかしてる可能性がありますよね。その同じサーバーでプレイできているっていう扱いにして、プレステ経由させて、まあ、金券をですね共有できるようなスタンスにして、そのスターの規約に抵触しないように、まあ、課金させようとしているっていう、まあ、それはもしかしたらあるかもしれないですね。まあ、ネット依存もそうですし、中国のまあゲーム企業かなりですねお金に困っているゲームが増えてますよね。まあ、稼ぎ口が減っていて、まあ、その中国国内でそのゲームの新しい新規のリリースっていうのができないっていう風に決まってしまっていますので、なんとかして外で稼ぐしかないっていう、まあ、そんな感じでされてると思います。テンセントもポケモンユナイトあるでしょ。ポケモンユナイトでさらなるその課金要素ってのを最近実装されて、まあ、どの中国のゲーム企業も、まあ、そういう新しいキャンペーンをしてうまくその集金していこうっていうのをどのまあ運営もされてますよね。アズールレーンとかもされてるんで、まあ、結構その資金繰りには苦労してるんじゃないですか。はい。まあ、ただどのゲームもですね、売り上げはもともとあるゲームなんで、まあ、なんかそんななんか差し迫ってお金稼ぐ必要があるんかなっていうふうにも正直思うんですよね。売り上げはまあ微増ぐらいで推移しますし、これ以上そのブーストしてユーザーにそのストレスをかける必要もないかなとは思うんですよ。はい。まあ、もしかしたらまあ二つの可能性というのは考えられると思います。まあ、将来的にそのゲーム事業っていうのをまあ中国企業が持つことというのをまあまず禁止される可能性っていう、うん、そこがまあその取り潰しになるってことがまあほぼほぼ決まっているから、まあその最後稼ぎ切ろうっていうふうに思っているパターンと、でもう一つはそのお金をある程度その多めに稼いで、まあ、その当局の中にいる人たちに献金をすることによって、まあ、そのゲームの規制ってのを止めてもらおうみたいな、それためのその献金のお金っていうのを今集めているか、まあ、どっちかじゃないかな。普通にね、差し迫って稼がないといけないほど公約行動運営が、まあ、困っているようには見えないんで、まあ、そういう使う場所っていうのがあるからこそ稼ごうかしているっていう、まあ、それがまあ今から稼げなくなるから稼ごうとしている、どっちかじゃないですかね。